ささやき害の秘密は、アメリカ合衆国で活動したイギリス出身の小説家、ヒューロフティングにより1930年に発表された児童文学作品。ドリトル先生シリーズで人気作家となったロフティングが、同シリーズにマンネリ化を感じ、大発刊、ドリトル先生がつえ行くをもって、打ち切りを決断した直後に書かれた作品。 19世紀前半のイギリスを主な舞台とし、魔法などの要素が登場しない、ローファンタジーに分類される、ドリトル先生シリーズとは全く異なり中世、ヨーロッパ風の世界観で魔法などの要素を含む、純然たるファンタジー作品である。なお、ロフティングは、ドリトル先生シリーズは元よりほとんどの著書で、自ら挿絵を描いているが、本作の初版では、 ロイス・レンスキーが挿絵を担当している。1993年に、米国で、サイモンシュスターより復刊された際は、新たに、木内達郎がイラストを担当した。多額の借金に苦しむ、父親の力になりたいジャイルズ、アン兄弟は、国の人々から、魔女、シュラーガと呼ばれて恐れられているリンゴ売りの老婆、アグネスに相談する。アグネスは、 囁き貝と呼ばれる耳に当てるとどこかで誰かが自分の噂話をしているのが聞こえてくる不思議な貝殻を取り出してこの囁き貝を最も必要としている人に渡しなさいと兄弟に命じた兄弟は国中を旅して様々な人と出会った後自分を心よく思っていない者たちの謀反を恐れる年若い国王に囁き貝を献上した ささやき害のおかげで暗殺計画を未然に防ぐことができた国王はジャイルズを王宮の探し物がかりの役職を与える。しかしある日、ジャイルズは国王の思い人である霊場、バーバラと出会い一目惚れしてしまう。原初は米英とも絶版になっているので、1993年版の書紙情報をあげる。岩波少年文庫より観光。挿絵は 原書の初版と同じレンスキーのものが使用されている。長らく品切れになっていたが、2010年に岩波少年文庫の創刊60周年を記念して、リクエスト復刊が行われた。ストークス社の廃業後は、JB リッピンコットより刊行。結局、ファンの要望に押される形で1933年に、第九巻、ドリトル先生月からエルを刊行し、 シリーズを正式に再開した。ザ・トワイライト・オブ・マジック・アーカイブド2003年4月30日、アット・ザ・ウェイバック・マシン。ありがとうございます。